ドホナーニ・クラウス・フォン・ドホナーニはドイツの政治家。所属政党はドイツ社会民主党。1972年から1974年まで教育科学省を1981年から1988年までハンブルク市長を歴任した。法律家、ハンス・フォンド・ドホナーニの息子としてハンブルクに生まれる。ベルリンで育つが、 父は1938年にライプツヒに左遷された。ライプツヒ、オーバーアーマガウ、ポツダムのギムナジウムで学ぶ。1944年に仮アビトゥーアンに合格し、兵士として第二次世界大戦に従軍した。戦後の1946年から大学で法学を学び、1949年に第一次、1957年に、 第二次司法試験に合格した。1949年に土地所有に関する論文で法学博士号を取得した。1951年からアメリカ合衆国の法律事務所及びマックス・プランク外国国際民法研究所に勤務する。1953年にイエール大学で法学修士号を取得。1954年から ケルンのフォードモーター工場に勤務し、1956年からは計画部長を務めた。1957年にドイツ社会民主党に入党する。1960年から1967年までマーケティングリサーチ会社の経営に参画した。1968年3月、カール・シラー経済省の下で事務次官に就任する。 1969年にドイツ連邦議会選挙に出馬してラインラント・プ・ファルツ州の比例代表から当選同年10月にビリー・ブラント内閣で教育科学省政務次官に就任する。1972年1月にハンスロイ・シンク教育科学省が辞任すると3月に公認の教育科学省に就任した。 1974年5月のブラント首相を辞任に、伴い内閣を離れた。1976年12月に外務副大臣に就任する。1979年にラインラントプファルツ州の党代表に選出され、同州議会議員に当選するが、すぐに辞任した。1981年6月24日、ハンスルリッヒクローゼ市長の公認として、 ハンブルク市長に選出され、連邦議会議員と外務副大臣を辞任した。1982年にハンブルク市議会選挙に出馬し当選。在任中はハンブルク市で激しい原子力発電所反対運動が起きたが平和的解決に尽力した。1988年6月に辞任した。1990年、東西ドイツ再統一に伴い、 新宅公社から旧東ドイツのコンビナート民営化業務を委託された。現在は、ローマンヘルツォーク元大統領が議長を務める、超党派組織、ドイツ会議の副議長として、連邦制改革問題などに提言を続けている。ローマクラブの一員であり、また、ベルリンの経済出版社顧問や新社会市場経済、研究所の研究員を務めている。新学者、 ディートリヒ・ボンヘッファーは、クラウスの母、クリスティーネの兄である。ハンナチス抵抗運動に参加していたボンヘッファーは、同じく抵抗運動に加わっていた父ハンスともども1945年に処刑された。3度結婚し、3度目の妻は、作家のウラハーンである。弟クリストフは著名な指揮者になった。アメリカ国籍も持つ1952年生まれの息子。 ヨハネスは、ジャーナリスト、作家である。元のハンガリー語での発音は、ドホナーニだが、ドイツ語では、ドーナーニとなる。クランス本人は、発音に頓着していないが、弟、クリストフやオいのユストゥスは、周囲に、ドホナーニと発音するよう求めている。ありがとうございます。